どうもこんにちはということで、久しぶりにコット AW やっていこうと思います。今回使う武器は SN6、私の大好きな銃。これね、マジェストレイトって読むのかな、マジェストレイトっていう武器がなんかアンロックされたので、これ超かっこよな、これデザイン。超、もうやばない、もう正直、もうやばない、うん。やばない、いや、これ使っていこうと思います。よろしくお願いしまーすということで、あれワンティール、なぜ私はワンティールしてるのだやべえ、もう俺、銃撃たんでも敵倒せるようになってしまった、ついに。あーもうね、皆さんにね、 SN6 のねちょっと素晴らしさを教えてあげようと思います。まずね、何が素晴らしいか、これアイアンサイトですね。アイアンサイト、やべえ、この距離はちょっときつい。オッケー、倒した、とってーら倒したんじゃな、あの距離結構絶望的な距離なんですけどね。スリッティーラ、ちょっと強いですね私。あ、フォーティーラ、ちょ、どんだけ倒しちゃえばいいんですかね、私強いんですかね、これ。アイアンサイト、これ。ほら、覗いた時の、ファイブティーン、あ、リロードしてるからダメ、ちょ、これ、すごくない、このアイアンサイト、この覗いた時のこの透明な V 字が見えるの分かる、まずこれがすごいね。まずこれがすごい、第一に。で、第二に、この左に、さあ、ちょっと突起物があるじゃん。これがね、発射すると、ほら、こう、ちゃんとね、こう、振動するのよ。それがまずいい。で、第三に、これが私の一番好きな部分。あの、これ、実在する銃ではないんだけど、こう発射したときにほら、左から左のね、ちょっと穴からこう煙が出てるの分かる、こうバンバフって。これね、おそらくガスが排出されてるんだよね。で、なんでガスが排出されるかっていうと、リコイルが強い武器、あ、リコイルっていう、反動ね、反動が強い武器はこうやって内部からガスを噴射することによって、リコイルを抑えるのよ。まあ、実際の銃とか多分そうなんだけど、そう、それをね、まあ割と再現されている。そこがね、たまらない、うん。まあFPS、やっぱ一番大事なのってやっぱ武器だよね、武器。このね、当たっちゃうんだよ、ほら。俺、うまいから。そこそこうまいからね。そう、これ、それがね、私の好きな理由ですね、この SN6。で、中距離以上が絶望的です。マジで、中距離以上がほんまに絶望的。ほぼ近距離で戦わないと、あいつリベンジしてやるわ。あ、やべ、これリベンジされる感じがする。やばい、リベンジ される匂いがするよ、これ。ちょっと気をつけてね。ちょっと気をつけてね、ケッちゃん、やつはどこ行った、私が倒す。で、これリロードするときの、これあれ、これマガジンだけ、これ黄色になっちゃって、これすごいかっこいいですね、これ。残念でした、トゥーティール、ワンティールですけど、トゥーティールなんでもいいんだよ。いや、これやばい、これ一生使おう、これやば、この色やばい、マジで超かっこいい。マガジンだけ黄色っていうのがやばいね。これ来るね、これ絶対来るやろ、分かっているぞ。私にはなくそ分かっていただけだった。やるじゃないか、やつは私が倒す。もう一人いるんじゃないか、任せるぞ、そっちは。上、上にいた、くそ、やつはやれない。一回こっちに回って、鮮やかに上に、どこにいた、やつ逃がすかよ、とう、もう一人いる、上がってくるんだろどうせ。やったのか、ナイスキル、やべ、そっちに上がった。一回体力を回復させて、やつは爆弾とか持っていないな、いった、やべ、こいつ、そいつ頼む、俺はこいつを倒す。よし、ワンエネミーダウン。下にもいるんじゃねえのか、下のやつは。やったか、よくやった。やべ、いた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 、残念でした。何それ、ガンマッチっつうのかな、ははは、私には通用しないぜ、ガンマッチなどな、ははは。いやー、マジこれ強い、いたな、やば、あー、うま、今のマジうまい。ちょっとこれマジやばいね、リコイルもそんなにね。だ、エリートっていう武器があるんだけど、 SN6 の SN6 エリートはね、射程がね2伸びるんだよ、2も伸びるの。いや、これ射程がマジ短いから、ちょっとエリート欲しいんだよね。で、サプライってあるじゃん、あれね、コットじゃねえ、 XBOX 版どこ、あ、ナイスキル、ナイスキル、あ、やべ、XBOX 版やったら有料でガチャみたいな感じで引けるらしいのよ。ぜひ PS4 にもね、搭載してほしいね、うん。金の力で買えるんだったら買うよ、金だろ、所詮金だから、世の中金だからね。そう、あ、なんかいたな、残念でした。 UAV オンライン、これは今までの UAV と違うんだな、なぜなら見てみろミニマップ上に赤点が表示されてるな、されるだけじゃなく、マップに人間がこうやって映るのだよ。いやー、見える、見えるね、私と勝負するかね私は強い、強すぎる。こっちにもいるね、倒しちゃおうかな、バレバレだよ、やべ、しまった、やべ、クソ、ちょっと待て待て、お前、ちょ待てよ、あー、もうそれ、ちょ、お前それ一番やっちゃダメよ、それ一番やっちゃダメ。
てか UAV 出してるの俺全然キルできないじゃん。ちょっとあリメンバー、ちょっとあかん、あ UAV 終わっちゃった、もう終わっちゃったの、あー何もできなかったな、これもう負けフラグだな、これ負け時をあげよう、ルル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 ル、あー疲れた、こう BFH めっちゃやってたから的すげえでかく感じるし、自分もなんかすげえでかく感じるから壁にめっちゃ当たる、あ終わっちゃった、うん壁にめっちゃ当たるな俺。まあ BFH もコット AW も両方面白いですね。はい、このアサミっていうやつがアップデートで弱体化するらしいです、うん、で SN6 がリコイルが削減されるらしいです。それは素晴らしい素晴らしい、ぜひ射程距離と威力も20くらい上げてほしいな。13キル10です。おしまい、お疲れ様でした。